今週の世界弾丸トラベラーは、おはようございます、マイ枕を持って登場のモデル鈴木恵美さん。彼女には以前からどうしても行きたかった場所が。インテリアが好きなので、チープなんだけどカラフルで、こうあったかみのある雑貨を買いに行きたいなと。そこでメキシコ世界遺産の街オアハカへ。ハイセンスなメキシコ雑貨が揃うと今モデルさんの間で評判の場所なんだとか。日本からはおよそ24時間の空の旅。そこで、来た骸骨、やばい、この椅子美味しい。お目当てのメキシコ雑貨に大興奮、片っ端から買いまくり。さらに既製品では飽き足らず、ついにはオリジナル雑貨を手作り。いただきます。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。すごい綺麗、サイズもぴったり、いいね。そして、どこに置こう、この3人。一泊4日オアハカでメキシコ雑貨を買いまくる旅の始まりです。週末のシンデレラ、世界弾丸トラベラー。今回の弾丸トラベラーは鈴木恵美さんがオアハカへメキシコ雑貨を買いまくる旅へと向かわれました。ということで、なんと今日はスタジオにですね、鈴木恵美様が来てくださいました。ようこそ。美しい、なんて。今回メキシコに行かれて、いろんなメキシコ雑貨を買いまくるという旅だったそうなんですが、はい、流行ってるんですか、モデルさんの間で。なんかそうですね、美穂ちゃんの写真集も最近メキシコで撮ったりとか、みんな口を揃えてオアハカが今はいいって、みんな言うので。すごい、このオタクの世界にはまだオアハカっていうのは入ってきてないワードなんですけど。メキシコのカラフルなコロニアル建築が並ぶ世界遺産の街オアハカ。日本からおよそ24時間で到着。着いた、やっと。今回の滞在は31時間ちょっと。早速